はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画でーす。今日は、こちら、ね、届きましたんで、パカ、じゃじゃじゃーん。ね、ブラックニッカの、ディープブレンドの、ナイトクルーズが3本。ね、はい。届きました。よいしょ。よいしょっと。で、一つだけ化粧箱入ってる。これなんで3本も買ったかっていうと、1本が、これ、税込みで2160、まあ、2000円なんですよ。税別で2000円。なのに、予約のね、する、販売する前の1週間ぐらい前でも、もうすでに2500円ぐらいになってて、で、腹立ったんで、他の出品者のやつ見たら、3本だと、ね、定価、2,4,6,000円、プラス、まあ、税込みだったんで、そっちを買ったんです。はい。そういうことです。よし。やっぱこの化粧箱入ってるのいいな。ブラックニッカディープブレンドの、ナイトクルーズ。一日の余韻は潮風の香り。数量限定。頬を優しく撫でる海風のように。長い夜を満たす限定ブレンテッド。あ、ブレンテッドウイスキーですね。なるほど。よいしょ。ここに書いてあります。青い夜が訪れ、月明かりが、地上を照らす頃、一人、想像の海へ、漕ぎ出そう。心地よい音楽の波に、身を委ねてもいい。遥かな異国の物語を追いかけてもいい。ただ静けさに浸り、緩やかに思いを巡らせるのもいい。傍らには、深く豊かな味わいのウイスキー。北の海辺で育ったモルトのほのかな塩の香りが長く漂う。ブラックニッカーディープブレンドナイトクルーズ。ディープブレンドの心地よい余韻を際立たせた、限られた、ブレンテッド。グラスを傾けながら深く遠く、心を解き放つ。と書いてあります。はい。原材料名が、モルトとグレーン。容量が 700ml で、アルコール度数が 45%。そしてテイスティングノートが香りが柔らかなピートコーとウッディーな、シンダルの香り。味わいが甘さの中に、感じる樽由来のスパイシーさとほのかなスモーキーさ。で、余韻が、香ばしいピートコーと樽のビターさ。その後に現れるソルティーな、ピートの余韻。だそうです。うん。じゃああれなのかな。5年ぐらい前のボーモアなんか、塩風。今のボーモアはもう、ゴミカスなんで、絶対買わないですよ。それでは、それでは。じゃん。さあ、どう違うのかな。普通の。これ怪しいな。これここにさ、リミテッド、ボトルレードイン2019って書いてあるんですけど、これ、2020年また再販するんじゃないか。それでまずくなってるパターン。なんだっけ。前あったよね。ブレンダーズスピリット。みたいな。感じでありましたけど。あんな感じでまた出るのかもしんないですね。完璧。まあ、色は普通ですよね。
45% なのに、実に、飲みやすい。それと、やっぱり塩の香り。うん。あ、美味しい。あ、これ美味しいわ。まあ、若干やっぱ辛い。まあ、45% ですから。でもそれでも、45% とは思えないほど飲みやすいは飲みやすい。うん。で、まあ、スモーキーな感じも、まあ、しっかりあります。やっぱりそれでいて、塩っぽい。昔の5年前のボーモアを彷彿とさせるような。あ、これうまいな、これ。これ2000円っすか。ただ、コクはそんなない、とは思うんですよ。ブラックニカのあの2500円の、なんだっけ、なんだっけ忘れた。なんだっけブラックニカのブレンダーズスピリット。ブレンダーズスピリットに比べれば、かなり軽い感じはしますね。うん。で、せっかくなんで、普通の、普通のディープブレンドと、まあ、何が違うか、ちょっと飲み比べましょう。はい。ね。新しいタイプの。度数は 45%。一緒です。これの何が違うか。まあ、圧倒的に違う、もう、間違いなく、塩の香りでしょうな。まあ、5年前のボーモアには、及ばないですよ。やっぱり、ボーモアってもともとやっぱすげえ蒸留所が、とんでもない海抜の0メーターぐらいにある蒸留所ですからね。完璧。あ、やっぱこっちの方が、コクがない。うん。こっちの方がね、圧倒的にコクがないですね。うん。うん。それだな。うん。やっぱスモーキーさも全然違う。口に、含んだ時に、舌が、こう、ピートの、味が、こびりついてくるんですよ、こっちは。言い方悪いけど。こびりついてくるぐらいの、まあ、ピートの強さ。うん。なんだけど、こっちの普通の、ディープブレンドは、まあでも、言うてもこれだって1400円ぐらいですからね。1300円か1000、税込みで多分1400円ぐらいの、ですからね。だいぶ値段も変わりました。味も変わりましたけどね。
香りは、あ、香りはこっちの方が、結構、アルコールっていう香りは結構強いですね。これで2000円だったら、まあ、まあ、買いじゃないですかね。まあ、ディープブレンドが1400円するんで、それプラス600円でこれ、つったら、まあ、買いでしょうね。ただ、ああ、でもやっぱり、うん、やっぱほのかに 塩の香りしますね。あ、でも2000円でこれだったら十分でしょう。ブレンダーズスピリットは多分6000円ぐらいのレベルなんですよ。定価が確か2500円なはずなんで、あれ6000円レベルの味なんですよ。マッカラに匹敵するレベルのうまさ。でもさすがにマッカラには勝てねえなっていうレベルなんですけど、これは2000円でこの味でいくと、そうっすね。まあ、2000円では買えないですね、これ、この味は。うん。まあ、俺がよくね、大好きなタリスカ、あれが3600円ぐらいですから。タリスカにはまあ、及ばないけれども、まあ、それぐらいのレベルではあるっていうことで、だいたい3000円ぐらいが味って、的に3000ぐらいのあれじゃないですかね、味。ただジャパニーズウイスキーでこれ2000円で3000円レベルの味っていうとそんなにないですよ、やっぱり。みんな高いですからね、8000円とか、あの夜市とかさ、すげえ高いから。美味しいですね、これは。やっぱ塩の、海水みたいなのね、なんていうの、その香りっていうのはやっぱり、なかなか難しいですよね。でもやっぱこっちも十分うめえなと思うんだ、これ。1400円でこの味だったら十分うまいと思うよ。だから、1400円のやつの、まあ、これの多分2倍ぐらいの価格ぐらいかな。2800円とか3000円ぐらいの。やっぱり、香りの残り方がやっぱ、こっちの方が断然残る、口に。こっちは割と、すぐ消えますね。口の中の。香りが。でもやっぱ十分こっちでも、買いだと思いますよ、これは本当に。そう考えるとやっぱすげえなと思うんだ。ディープブレンドってな。ディープブレンドってやっぱすごいなと思うね。やっぱ、
口にこびりついてくるピート香が、あの、セイロガンの感じが、やっぱ違うね、こっちはね。うん。だから3000円で、まあ、スコッチウイスキーで3000円ぐらいってなると、何があるかな ?3000 円でしょ ?3000 円のスコッチで。まあ、3000円で買えるスコッチでブレンデッドでってなると、まあ、あれじゃね?ジョニー・ウォーカーのダブルブラックとかじゃね?ジョニー・ウォーカーのダブルブラックよりかこっちの方が圧倒的にうまいっす。目をつぶるとこの、海の、あの、浜辺のあのさ、岩肌とかにくっついてるあの、海苔とか、海苔っつうか、あの、苔っつうか、あの感じ。あんな感じっすね。あ、これで2000円だったら十分安いでしょ。ただ、やっぱり前のね、あの、ブラックニッカの、なんだっけブレンダーズスピリットが2500円だったってことを考えると、まあ、これはそこまで、のレベルではないんだけど、まあ、3000円ぐらいの価値はあるんじゃないかっていう、味ですね。多分。3000円の、ジャパニーズでだいたいそもそも3000円レベルでこの味のやつだと多分ないですよ。3000円以下で、これほど美味しいやつ多分ないですよ。3000円以上とかだったら、フロムザバレルとか、ね、当然美味しいのはわかるんですけど、あれはだって 500ml で3000円ぐらいでしょ、確か。3500円ぐらい。3000円ぐらいか。ってことは、700cc に換算すると、やっぱ圧倒的に4000円とかになるわけですよね。高いね。これ美味しいなぁ。これが2000円になってるんだからね。今までのだって、いろいろ出てきちゃうじゃん。ブラックニッカーのアロマなんとかかんとかとかさ。あれとかに比べると全く、もって、味のさ、だってこっち多分良い位置でしょ。余市蒸留所の、やつをキーモルトってしてるんでしょ?前のあれはだって、あれ、宮城郷でしょ?キーモルト。十分これ、買いですな、これ。買いだってももう、限定で多分、まあ、売ってないんで、多分プレミアついてると思います。そもそも、ね、花からもプレミアついてたわけですから。まあ、どうしようもないよな。ナイトクルーズか。ウイスキー。
うん。ああ、やっぱこれ。やっぱ違うな、これな。こっちは。やっぱ飲み比べると、重さっていうか、コクが、とか風味がやっぱ違いますね、全然。うん。美味しいですね、これは。これは美味しい。まあでも、今結局ほら、プレミア価格とかなってて、まあ、あれじゃないですか。転売屋が、うんたらかんたらでしょ。で、多分もう、かなり値段上がってると思うんで、まあ、そこまでし、じゃあ、手に入れたいレベルかっつうと、そうでもないよね。それだったらもう、ブレンダーズスピリットの方が圧倒的にいいでしょうね。買うとしたら。やっぱこっちの方が若干薄いっていうのは、わかりますね。まだやっぱあれだな。まだあれだな。サントリーより圧倒的にやっぱ日課ウイスキーの方が美味しいですね。これは、いやはや、これもうまい。これはうまい。うまい、これはうまいわ。これで2000円だっつうんだから、まあ3000円ぐらいレベルですかね。4000円ぐらいになるともうスコッチウイスキーのシングルモルトとかになるんで、それだったらやっぱシングルモルト買った方がいいかなっていう感じになるんですよ。まあだけど十分2000円のウイスキーとしてはもう異質なレベルの美味しいですね。圧倒的に。これは2000円だったら買いでしょう。まあ、今頃遅いけどさ。遅いけどね。これは買いでしょうな。ということで、はい。4345です。ご視聴ありがとうございました。